おはようございます。サードラです。めちゃくちゃ寝起きなんですけど、今回は11月17日木曜日のアップデートをですね、イベントクエストとして、黒色の方向、ゴアマガラのイベントクエストが来ましたので、こちらをやっていって、報酬もちょっと確認をしたかったんですが、今回一応報酬の内容っていうのがこちらですね。ハンターランクやマスターランクのポイントをたくさん入手しようっていうことなので、まあマスターランクとハンターランクを上げやすいクエストになっているんじゃないかなと思います。まあ昨日のアップデート情報、まあ昨日の第3弾アップデート情報を見るに、マスターランク140まで上げておかないと回克服したテオテスカトルに挑むことができないので、まあそれの救済なんじゃないかなっていう感じのクエストですね。で、今回ゴアンマガラは火属性弱点なので、一応こちらの装備でやっていこうかなと思います。発動スキルは一応こんな感じですね。で、組んでおります。で、その昨日第3弾アップデートの内容が告知されたと思うんですけど、あの後動画昨日撮らせていただいた後に気づいたんですけど、あれですね、今回クエストの保持数、回答級クエストって今120枠しか持てないじゃないですか。あれ増えてないんですね。コメント欄で来て、あ、確かにと思って見たら増えてなかったんでちょっと焦ってるんですけど、いや、てっきり増えるもんかなって勝手に思ってて、あんまり注視してなかったんですけど、まさかのクエスト所持数滑舌が待ってない、クエスト所持数が120枠から増えてないっていうことで、画像がね、金レイヤーの画像が一瞬映ってたと思うんですけど、回答級クエストのあれがアップデ後の画面のはずなんですけど、120から増えてなかったんですよ。なんで、あれは正直ちょっとやばいなって思ってますね、今。クエストがもう、いや、僕も結構今クエスト捨てながらやってるんですよ。もう結構いいクエスト、多頭クエストとか結構捨てながらやって、なんとかギリギリ持ってて、まあアップデまで耐えればいいかなって思ってたんですけど、まさかのアップデ後も枠解放来ないっていうことで、今回来ないってことはもう多分一生来ない。まあ次だって冬にまたアップデがあると思うんですけど、多分そこでも来ない可能性が高いじゃないですか、今回来ないんなら。だからいよいよクエスト所持数やばいなって思ってて、で、次 EX7 も来るじゃないですか。なんで結構クエストガチ勢、クエストコレクトガチ勢の方とかはいよいよサブアカウント作ってクエストストックする時代に入ってくるレベルで、ちょっと所持数困ってるんで、できればね、ちょっと今からでもいいんで、アップデートでね、クエストの所持数枠を増やしていただきたいなっていうのが、正直今、すごい思ってるところなんですけど、危ね。ですね。まあ、あとはシンプルに、新しく、なんだっけ、EX7 でグレンバゼルが来るってことなんで、まあ、シンプルにあれですよね。ナスバゼ、ナスフロの時代が終わって、まあ、またバゼが、グレンバゼプラスドスフロギーが出れば、グレンバゼルプラスドスフロギーを周回するようにまたなってくるんじゃないかなと思うんですけど、まあそこはね、まあクエストを引かないといけないんで、で、そうする、それにもまた枠がないから今、結構きついなって思ってるんですけど、っていう感じで、もう最悪昔使ってたディアバゼルとかももう普通に捨てていかないともう間に合わないんで、枠が。そこだけ、本当に今、ちょっとやばいなって思ってますね。てか、弱、強くない？なんか、結構殴ったと思うんですけど。てか、でかくないか？でかくないか？でかい気が。しません？こいつ。あ、だめ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、これ、渾身切れるわ。2回やったから。よいしょ。でかくないか？ほっ。これ、3を回収したい。OK。バフ炊いて、回避。あ、合身切れちゃった。3、あ、いった。結構殴ってるんだけどな。いっていってててててて
よいしょ。よいしょ。よし。お。あ、弱った弱った。やっと弱ったー。ゴアは捕獲できるもんね。ゴアは捕獲。いた。ゴアは捕獲できるから。ほほ、いや、おっきいですよね、これ。おっきいと思うけどな。わかんない。多分おっきい。サイズ更新はなかったですけど。ってことで、クエストクリアタイムが、4分35秒ですね。まあ、マスターランクが正直どれぐらいもらえるかにはなるんですけど、まあ、これで、ナス風呂、ナスバゼよりも、経験値が美味しいとかなってきたら、ランク上げしたい方は、まあ、とりあえず140までやっとけば、次のアップデートのクエストは全部やれるので、マスターランク上げていただければなと思います。で、報酬はいつも通りですね。なんか特殊な報酬はなくて、鎧玉と、まあ、卵とかがいつも通りのイベクエっていう感じで落ちてますね。で、まあ、近接で4分35秒なんで、まあまあ早いかなと思います。で、まあ、報酬のマスターランクとハンターランクのポイントがたくさんもらえるっていうことなんですけど、一応僕がマスターランク、ハンターランク、カンストをしてしまってるので、このクエストでどれぐらいポイントがもらえるのかっていうのが、ちょっと見れないのはちょっと残念なんですけど、できればね、これもね、アップデートとかでできるんだったら、クエスト画面にどれぐらいのポイントもらえるのかね、ちょっと表記していただけるとありがたいんですけど、こんな感じでちょっと見ることができないので、まあただ今回ランク上げ用に運営さんが準備してくれてるクエストなので、まだマスターランク140いってないよって方で、近接武器でマスターランク上げしたい方は、まあかなりいいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもサンブレイクの動画上げていきますので、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントくださると嬉しいです。バイバイ。